ニキュア作れるアロマです。本日のテーマはバイト税でもらったら迷惑なプレゼント10選。いいよ。これね、女性目線が必ず必要になってくる動画なんで、バイアスさんに来ていただきました。女子がもらったらありがた迷惑なものっていうのを言っていくんですけども、義理と本命でまず分けましょう。はい、義理の場合は物で返せばいいと思うんですよ。義理がたくちゃんとね、もうこれはね、男に生まれたからしゃあないって思いながら、ちょっと値段を上乗せしたものを返してください。まあそこで一応ね、ちょっと10銭とかいろいろ言ってもらうところっていうのを気にしてもらって物を返してもらいたいんですけども、はい、本命の場合は体験を返そう。チョコとかなんかハンカチとかマシュマロとかじゃなくて、体験のお返しなんです。だから映画館に誘うと奮発してフランス料理誘うとか、体験なんですよ。嬉しい。草津温泉行こうぜ。草津なんですよ。つまり究極は全てホワイトデーって草津なんですよ。今ね、はい、離脱された方が大量にいらっしゃると思うんで、まあ、ここまで見てくれてる人は真の視聴者でございます。確かに。じゃあ10選の中でいくつか私個人が実際にもらってやったっていうのも、それもマジで大事なんでね、言えちゃうんですけど、一つが相手の好きなアーティストの CD をもらったことが私はあって、音楽が好きっていうのをもともと伝えてた、相手の音楽が好きっていう条件だけあって、私の好きなアーティストとはちょっと被ってなかったんですよね。相手からしたらもしかしたらむしろ私が好きじゃないからくれたのかもしれない、好きになってほしくて。でも私がね、ちょっとね、それはホワイトデーでお返しでもらうものでもない、あと期待してもなかったっていうのが一つ目。具体的にどういうシーンですか？その人がアイドル系がね、結構好きだ。あ、アイドルの CD、一応聞いたけど、やっぱり大前提言えるのが、その CD が良かった悪かったよりもホワイトデーのお返しでもらうものとして思ってたんと違うってなっちゃったっていうことなんですよ。好きの押し付けってやっぱ迷惑。そうそう、すごいそれはあり。二つ目ね、今日何話すみたいな話をした時に、ちょっとなんでって一回男性のアラノさんから指摘が入ったのだったんですけど、お酒の入ってるチョコをもらったことがあって、学生とかちょっと若めの年齢の時にお酒のチョコとかをもらうと勘ぐっちゃうんですよ。要は私がめちゃくちゃお酒好きでラム酒が好きですとか、そういう話をしてて、だからそのあげたよとかだったらまだわかるんですけど、なんかそうでもない、むしろ私はちょっとお酒がそんなに得意ではないのにもかかわらずお酒のチョコをもらったってなると、ただのリサーチ不足なのか、それともただお酒をなんかこう匂わすようなそういう展開にしたいのか、何が目的なんだろうってちょっと思っちゃった。いや、おしゃれでセクシーな男だって思われたいんですよ。あ、ちょっと変わったものをあげるっていうのは全然その選んだ感が出るからいいんだけども、そのお酒とかさ、意味のあるものをくっつけてくるとちょっとキモい場合があるから、変にこだわるんだったらちょっと無難なものにした方がいいんじゃない、っていうことです。っていうのがちょっと2つ目。3つ目がコンビニで買えちゃうもの、はい、これは正直値段関係ない。コンビニで買ったものっていうのがもうやっぱり分かっちゃうパッケージのものって結構多いと思うんですよね、コンビニじゃなくても安っぽいとか、手かかってない感じとか、なんかそういうのが結構女子からすると、急いで買ってんのよ男子は。はい、じゃあ4つ目いってみましょう。花束。花束ね、バラ100本ね。海外スタイルですよね、ここら辺に関しては。これはちょっと二分される意見が、私は個人的にはそんなに嫌じゃない。例えばロマンチックな演出ってしやすいですね、やっぱ花束って。私実際これちょっとあったんですけど、当時2人でなんか映画を見た時に、花束を男性が渡して告白するっていうシーンのある映画を見たんですよね、で、その時に相手がホワイトデーに全くその映画と同じ花束をくれた。それはリンクしてるからすごい嬉しい。これはね、あの僕はまあ女性代表として言わせてもらうと、花束ってプロポーズとかそう結婚っていう要素が入ってなかったらマジでゴミなんですよ。花くれるのに結婚の要素なしみたいな感じになっちゃうんだよね。次は、まあこれは本当に嫌かも。ぬいぐるみ。あ、ぬいぐるみ。例えばそのぬいぐるみに何かが挟まってあ、盗聴器とかね。だからチョコレートとかさ、なんかチュッパチャップしてすごい挟まってるのとかあるじゃん。そういうのがあるんだったらまだわかるんですけど、そうじゃないものだったらあんまり可愛さとかを狙って渡さない方がいい。次は手作り系のもの全般です。でもちろんめちゃくちゃスイーツ系男子でお菓子とかすごい日頃から作るの得意だよっていう人だったら、まあそれを渡してもそんな違和感のないレベルでもあると思うんですけど、やっぱ大抵の場合がまさか男性から手作りのものをもらうとそもそも予想してないっていうのがあって、だからできれば女性
からするとあんま手作りで作ったものとかよりはちゃんとお金をかけて考えたものをもらいたい。付き合ってたらね、何もでもいいやっていいと思う。うん、なんか付き合ってない状態なんだったらなんか手作りってちょっと気持ち悪さがある。食べ物とか何入ってるか分かんない、うん、そう、コロナの時期ってのもあるし、そういうのを配慮して、うん、あえて手作りじゃないのにしたけど、もう手作り以上に考えたよってアピールをしてもらったらいいわけですよ。じゃあ次、7個目が安すぎるもの、はい、で、8個目が高すぎるものです。安すぎるものだとなんとなく値段が分かるっていうのと、うん、逆に高すぎるものだとなんとなく重い。女の子へのお返しで一番いいのね、学生は1500円でいい。もう1500円固定でいい。お返し1500円でいいから。学生じゃないんだったら、社会人だったら最低3000円。あー、ガチで。いくら相手に対して本命感が強かったとしても1万は超えちゃった。いや、それは本当にそう、うん、無難に行くんだったら3000円から5000円くらいの間で何か選ぶっていうのがいいですね、うん、ホワイトデーの定番って何って調べたら、まあ昔からマシュマロとかハンカチとかっていうのをさらっとお返しする。義理に対して義理で返すときって大体そういうものを返すっていうのがあるんですよね。まずただ女子ってこのマシュマロハンカチとかっていうこのラインのものをもらったら、もうあ、振られたみたいな感覚になる。あ、無難に買わされたっていう感覚になるから、で、お店に選びに行って買ってラッピングしてもらって返してるのに振られたって大体思うんですよ、うんうんうん、だからね、その定番をちょっと軽く避けた方がいいっていうのは。確かにさ、定番は確かに避けた方がいいかもしれない。先にね、内容言っちゃったけど、ド定番を避ける。9番目がそれなんですけど、はい、最後が生き物。生き物、マジで地元の知り合いがですね、その好きな女の子にハムスターをあげて、もうカゴをねガッて持って行って、びっくりするよ、はい、どこどしようみたいな感じであげたらしくて、これちょっと花束にも通ずるところがあるけど、うん、ある程度ケアしないと、もう生き物だったらもっときつい。これやめとけってね、言う必要もないぐらいやめた方がいいんだけど。そうだね。そいつはその女の子になんか喜ばれてて、喜ぶやつもおるんや。生き物っていうのは本当にね、その後のお世話っていうところが大変すぎるとかっていうのもあるから、うん、お相手への配慮がないように感じちゃうんですね。ということでね、以上10選みたいなのをね、はい、ここにね、10個こうやって書いておくんでね、スクショを撮っていただいて。まあ本当にね、ミスるとマジでありがた迷惑みたいになっちゃうんで、それは避けてもらいたいなと思って今日の動画を撮影させていただいたんですよ。義理チョコには義理のもので返して、で、本命のものにはできるだけ体験で返すようにしてください。その方が喜ばれるんでね。ホワイトデーで女子が男子に何を求めてるのかっていう動画はバイアンドチャンネルの方でね撮らせてもらったんで、はい、ぜひ見てください、はい、ということで次の動画で参りましょうね。アディダス、アディダス。